パたちの関係は面白い。いってらっしゃい。よく見かけるのになぜか喋らない。初めましてでもないけど知り合いでもない。パパ同士なのにどこか気まずい。お互い子育てを頑張っているのになぜか無言のパパたち。平気そうなふりしてる。街のパパたちにこの動画を見てもらうと、実際ありますね、はい、ありますあります、あります。でお母さんたちはこう仲いいから話してるんですけど、あのお父さんはみたいな感じで、はい、父親同士で話をするのはやっぱあんまないですね。なかなか声かけれず、ずっとそのままもう見て見ぬふりっていうかにはありますね。と共感の嵐。実はこれサントリーの CM なんですが、子育て世代の共感をキーワードに制作したといいます。私自身は子供がいなかったり結婚してなかったりするので、やっぱりその子供がいる家庭がある人たちがどういうことにすごく日頃感じてるんだろうとか思ってるんだろうっていうのを最初にすごく聞きました。制作には自身の実体験が生かされたというメンバーも。あ、またこの人来てサッカーやらされてるわとかっていうのは分かってるんですけど、どこと誰とも分かんないけど、会釈もしないけど、なんか知ってるみたいな。外に出ると僕が親代表になるじゃないですか。なんか変なことできないんですよね。絶妙な距離感で、なんか当たり障りのない過ごし方をしてしまっている。なぜ無言になってしまうのか。父親の育児について研究する専門家は、育児のスタイルが過渡期を迎えているからだと分析します。父母が主体となって一緒に子育てをしていくっていうのと、今母親が育児の主体となっている、ちょうどこの間で父親が少し育児に関わっていく、この真ん中に今あるん違うかなと思いますね。ただまだまだ父親がメインではないので、ちょっとこう控えめな感じとか視線を送って、何も言わないっていう、まさに無言っていうのは気持ちはあるけどもう一歩踏み出せない。そんな悩めるパパが一歩踏み出すためのイベント、パパの会が今日兵庫県川西市で初めて行われました。これはこれからパパになる人や生後6ヶ月までの赤ちゃんがいるパパの交流会。今日は5組の親子が参加しました。今育休取らせてもらってるんですけど、はい、僕も育休取ってます。今ちょっと育休取ってる方がいっぱいでびっくりしました。僕は取ってないのでまだ、はい、周りのお父さん方どんな風に、ね、その育休取ってる取ってないとかも全然知らないから、そんなのも今聞けたのが良かったです。さらに日頃の育児について共感する場面も。なんか飲んでる途中で 寝ちゃわへんですか。寝ちゃいます。ほんで起きてまたはくれみたいな。さっき寝たやん。日頃感じている育児のちょっとした悩みを打ち明け、会話は途切れることがありませんでした。会社の人とあんまりそういう話ってなかなかできなかったりするんで、こういう機会があってよかったなと。そうですね、まあ、分かんないことが多いので、もう本当に妻とも悩みながらじゃないですけど、いろいろこう調べたりとかして、解決しなくてもなんかこう話せる場っていうか、なんかそういうのって結構ないと思うんですよね。なんかそういう感じの関係が増えると、なんか心がよりどころ的に嬉しいなと思って、はい、最後は連絡先を交換してすっかりパパ友に。パパの会を作ったきっかけについて主催者は、パパの方からやっぱりパパもいろいろ悩みを持っている、でやっぱりパパもこう愚痴を
言いたいこととか不満に思うこともある。でもそういうことを言う場もないし、パパもどんどんこうパパ友みたいなものを作っていくっていうようなことが当たり前やっていうような世の中になってほしいなっていうふうに思います。育児に励むパパたち、悩みがあったらまずは身近なパパたちに話しかけてみませんか。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。